こんにちは、こんばんは、こんにちは。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 
では一つずつご紹介したいと思います。一つ目のコーデは友達とカフェ巡りのコーディネートです。せーの、トップスはクワンクのデキジュシャツにボトムスもクワンクで合わせてみました。結構ハーフパンツって子供っぽくなっちゃうのかなって思うんですけど、こういうちょっとサテンっぽい感じの大人っぽいシャツと合わせて、なおかつこういう風にシャツを出してあげることによってすごいハーフパンツ感がちょっと軽減されるので、大人っぽい可愛い感じになるんじゃないかなって思います。最近の私のブームというか、あの気分が少し大人っぽい感じなので、こういうお洋服です。じゃあアクセサリーを選んでいきたいと思います。今回はこういうシャツなんですけど、この外側にネックレスを重ね付けしたいなって思ってこちらをつけます。一つは猫ちゃんの模様がついていて、ちょっと小さい方は太陽と反対側がお月様になってるの、超可愛くない？これをちょっと2つ重ね付けしたいなって思います。こういうネックレスを重ね付けレイアウトする時のポイントは、こういう風に長さに差をつけるっていうのと、あとチェーンの種類ですね。これ2つともチェーンの種類が違うんですけど、シンプルだけどそれぞれ存在感があって、結構こなれて見えるというか、おしゃれな感じに見えると思います。今回のこのネックレス、どっちもメダル型じゃないですか。それをメダリオンコーデっていうみたいで、トレンドというかこなれて見える方法みたいです。可愛い、さりげないけど可愛いですよね。このね、長い方は55センチ、短い方は50センチなんですけど、どっちとも長さを調整できるんです。こういう風にいろんなスタイルに使えるかなって思います。さりげないけど存在感あって良くないですか。本当にワンポイントになるっていう感じ。そして指輪、今回はちょっと色を使った色石ジュエリーをつけていきたいと思います。可愛くない？この組み合わせ、こういう風に重ね付けしてももちろん可愛いし、一つずつこういう風につけてあげても可愛いんですけれども、今回は重ね付けしようかな。可愛い。今こういう色石のジュエリー流行ってません？シャツに結構色があるので、ネックレスに色物を持ってくると組み合わせが難しいかなって思うから、ここはゴールドでまとめて、手元に色を持ってくることによってまとまったコーデになるんじゃないかなって思います。指輪の色もそんなに派手な感じじゃなくて、淡いカラーなので肌なじみもよくって、コーデの邪魔にならないと思います。こういう淡いカラーの肌なじみのいいリングとかカラーは肌を綺麗に見せてくれる効果もあるらしいです。最高。髪の毛なんですけど、どうしようかな。すっきり見えるようにハーフアップにしたいと思います。ネックレスも二重にしてるし、指輪もあるので今回ピアスはなし。あれ、私こんばんは。はい。そしたらリップ、大人っぽいおしゃれ感があるので、リップはこの色、アディクションザマットリップリキッドミニ G01 番。こんな感じの深めの色、このお洋服にも合うと思うし、ネックレスもゴールドなので大人っぽくしてあげるとすごく可愛いと思います。なんかさ、一気に大人、どうですか、ちょっと大人感が。リングもそんなに奇抜な感じではないので、こういう色持ってきてあげても全然馴染むと思う。可愛いですね。じゃあ靴とバッグです。バッグと靴はこういう風に黒で合わせたいと思います。さらにコートをチェックものを着たら可愛いかなと思って、はいって感じで、一つ目カフェ巡りコーデの完成です。カフェ巡りで可愛いところを巡ると思うので、結構おしゃれをするっていう感じで、トレンドのものだったり色があるものだったり、アクセサリーとかも重ね付けしてこなれ感が出るようにしてみました。可愛くない？これだったら歩きやすいし、写真撮っても結構映えると思うし、こういうリングとかもご飯の写真を撮るときにこういう風に入れてあげるとすごく映えの手助けをしてくれると思うので、とっても可愛いコーデができたんじゃないかなって思います。次、続きまして2つ目のコーディネートです。はい、2つ
つ目のコーディネートはアフタヌーンティーコーディネートです。アフタヌーンティーで少し上品な感じを出したかったのでこういうワンピースを着てみました。ではヘアとアクセサリーを選びたいと思います。アクセサリーを選びたいと思うんですけど、ワンピースがすごくシンプルなのでアクセサリーで少しゴージャス感というか華やかな感じを見せていきたいと思います。ピアス、フープ系を使ったら可愛いかなと思って、目元がすごく開いてるのでネックレスもつけたいし、手元も可愛くしたいと思うのでピアスは少しシンプルな感じに選べました。こんな感じ。ゴールドのアクセサリーってすごく女の子らしいというか女性らしさが出るのでいいですよね。こういう白いワンピースとゴールドのアクセとかめちゃめちゃ可愛くないですか。これだけでも本当に上品。ピアスはこんな感じ。ネックレスなんですけど、こういう風にスクエアで開いてるワンピースなので大ぶりのものをしたいかなと思って、パールのネックレスの組み合わせで、これ一粒パールなんですけど横にダイヤのパーツも入ってるんです。こういう風に可愛くない。これを重ね付けしたいと思います。パールがつながってるものはすごくポイントにもなるし一気に華やかにしてくれるので一つ持っておくとすごく便利ですよね。かわいい。いいよ。いいよ。これにさっきのパールの、これはねダイヤモンドが右側に来るのが正解。これもこういう風にサイズを変えられるので短くしたい時とか自分の洋服とかに合わせて長さも調節できます。可愛くないですか。めちゃめちゃいい感じ。すごいここが綺麗に見える。あとは指輪、ワンピースもこんな感じでパールのアクセサリーもつけてるのでアクセサリーたちも色を合わせてミルキーなホワイトな感じの組み合わせにしたいと思います。そうした方が全体的にも合いやすいと思うので今回はゴールドは全部統一でネックレスにもあるこのパール、そしてオパール色味もすごい似てるし全部統一感あるかなと思ってこちらを選びました。片手にゴールドのやつ、もう一つの指にこうやって重ねても可愛いかなと思って。可愛くない？全体的に色も統一されててすごい似合ってるし、私もやっぱりアクセサリーめちゃめちゃ慣れてるっていうわけじゃないのでこういう風な似てる色の組み合わせだと私も挑戦しやすいなと思って今回この組み合わせにしてみました。うん、良い。髪の毛はちょっとこのネックレスとかリングとかピアスをもっと目立たせるように一本に結びたいと思います。下で一本で結ぶと大人っぽいので、私今ネイルが赤のフレンチなんですけど、こういう風にジュエリーに色が少ないとこういうネイルの邪魔にもならないので、これは本当にみんなが取り入れやすい組み合わせだと思います。ピシッと下の方で結ぶ、あんまり引き出さない方がおしゃれにこなれて見えると思います。かわいい。今回こういう風にすごくシンプルなワンピースにいろいろアクセサリーつけたじゃないですか。アクセサリーが主役というかコーディネートのメリハリをつけてくれる感じ、そういう楽しみ方もいいですよね。アクセサリーでこういうメリハリをつけるとこなれ感が出ると思う。なんか新しいおしゃれじゃない。良いです。そしたらリップちょっと強めなので変えたいと思います。全部がミルキーな感じなので急にここがバチッとくるとあれだし、アフタヌーンティーでいろいろ食べるから馴染みのいい感じにした方がいい。このネーミング、ジュイグローリップティント BGC01 番、ティントなので唇に色が残ってくれるしこんな感じの可愛らしい色にします。アフタヌーンティー行く時ってやっぱりカジュアルよりはフォーマル感が必要なのかなと思って、私はねワンピースとかで行くことが多いです。こんな感じ。可愛い。そしたらバッグと靴を選びたいと思います。はい、じゃあバッグはこの全部白、真っ白でいきます。こんな感じ。コートも白で統一させてこのロングのコートを着ます。アフタヌーンティーでホテルなのでちょっと肩掛けにしても可愛いのかなって思う。はい、って感じで2つ目のコーディネートはアフタヌーンティーに行く時のコーディネートです。オールホワイトコーデみたいな感じにしてみたんですけど、すごいシンプルなんですけどアクセサリーを重ね付けすることによってメリハリの出るコーディネートになったんじゃないかなって思います。結構私このコーディネート気に入ってます。これでアフタヌーンティーももちろんなんですけどデートとかちょっとちゃんとしたところのディナーとかも行けるんじゃないかなって思います。はい、では3つ目のコーディネートです。はい、
3つ目のコーデは友達と合コンに行くっていうコーディネートを考えてみたんですけど、いかがですか？合コンはあんまり行ったことがないんですけど、大学の時に行ったことあるかなって感じなんですけど、そんなに狙いすぎても嫌だなっていう感じもあるし、カジュアルすぎてもあれだなって感じなので、可愛い要素のあるこのふわふわシャギセットアップだけど、あえてのブルーを選んで、モテをそんなに意識してない感じ。多分モテ意識とかだと白とか、まあ、黒とかになるのかなって思うんですけど、ブルーを選んだっていうのと、あとスカートはまあ絶対ロング、グレーと合わせておしゃれ感もありつつ可愛い感じにしてみました。ではアクセサリーとヘアアレンジをしたいと思います。じゃあアクセサリーから選んでいきたいんですけど、このお洋服もすごい胸元が綺麗に V ネックになっているので、なんかネックレスとか合わせていきたいと思うんですけど、合コンでなんかそんなモテは狙わないと言ってもちょっとは狙いたいっていう気持ちもあるので、このパールとラベンダーカラーのネックレスを重ね付けしたいと思います。このブルーレースアーゲットっていう名前なんですけど、よく見てもらうと上にキラキラの石もついてて超可愛いんです。ブルーともちょっと合うかなと思って、やっぱりパールは女性らしくてお上品に見えるのでつけさせてください。これでも間違いないんですけど、まあ、一つこういう色石のジュエリーがあるとより華やかになるので可愛いですよね。可愛い。このお洋服とも超似合ってない？そしたらピアスもさっきと同じこのフープのピアスをつけます。顔周りには何かあった方が絶対に可愛いので、これをつけて、さりげないけど絶対につけておいた方がいいっていうアイテムですよね、こういう華奢なピアスって。こんな感じで、リングは下はモルガナイトっていうリングなんですけど、これはね私の誕生石みたいで、めちゃめちゃ可愛くない？すごく淡いピンクなんですけど、こういう風にパールと合わせることによって優しくて甘めの可愛い雰囲気になるので、合コンということでこれをつけたいと思います。こんな感じにつけてみました。今回つけてるアクセサリーが全部 VA バンドーム青山のものなんですけど、こういうネックレスだったりリングだったり色石のアイテムがたくさんあるんですね。結構さ、ジュエリーを買うにしてもこういう色石のアイテムってなんか意味があったり、それこそ自分の月の誕生石だったり、好きな推しがいたり、推しって割と色があったりするじゃないですか。その色に合わせて色石を買ってみたり、色をジュエリーを選ぶポイントにしてもすごくいいと思うんですね。気分が上がるというか、お守りジュエリーみたいになったりすると思うんですよ。私も結構さ、誕生石とか自分の月の色とか割と好きだから、多分そういう女の子も多いと思うんですけど、身につけるものだからちょっと意味があった方がテンションが上がるじゃないですか。そういった意味でもみんなも推しの色だったり好きな色だったり、お友達と一緒に選んだ色とか彼氏と一緒に選んだ色とかを交えてアクセサリーをちょっとコーディネートしてあげても、毎日のテンションが上がるんじゃないかなって思います。で、今回のコーディネートは合コンっていうことなので、私の誕生石のモルガナイトっていうリングをつけて、パワーストーン効果もあり、いい人に巡り会えるんじゃないかなっていう意も込めてちょっとこれにしたっていうのもあります。頑張ってくれ、お願いします。そしたらリップを変えたいと思います。グッチルージュドゥボーテブリアン216番、色がこんな感じ、もう本当に馴染みの良くて血色感が出てっていう可愛い色、シアーな感じなので塗りやすいと思います。これでさりげなく可愛さを狙えるんじゃないかなって思います。こんな感じ。髪の毛はそのまま垂らす感じにしたいと思います。じゃあバッグと靴を選びましょう。はい、じゃあバッグと靴はこちら、肌なじみのいい感じ、ヒールのあるパンプスとジルメの可愛いバッグ。はい、って感じで3つ目の友達と合コンに参戦する時のコーディネートの完成です。合コンっぽい、こういう女の子いそう。なんかめちゃめちゃ狙ってるわけじゃないけど、程よく狙い感もあって、こういうアクセサリーとかもこなれた感じにつけて目を引けるようなコーディネートになったんじゃないかなって思います。感じで今回は3つのコーディネートをご紹介させていただいたんですけど、いかがでしたか？今回はですね、結構アクセサリーが主役になってすごくおしゃれで可愛いコーディネートができたんじゃないかなって思います。 VA バンドーム青山のジュエリーはですね、色石ジュエリーとお洋服の組み合わせだったり、本当にすごく可愛くて結構垢抜けた雰囲気を出してくれるんじゃないかなって思うので、ぜひ皆さんもコーディネートの一つとして取り入れてみてほしいです。アクセサリーを可愛くこなれた感じでつけると、なんかワン
ワンランク上のおしゃれができるなって私は思うので、まだまだアクセサリーに関しては勉強中なんですけど、これからもいろいろ取り入れていきたいなって思います。今回紹介させていただいたアイテムたちはですね、私の概要欄に書いてあるので、そちらをチェックしてみてください。って感じで、この動画が楽しかったり、また私のルックブック見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョー。